熊本地震から7ヶ月益城町などで仮設住宅が完成し県が整備を予定していたすべての仮設住宅の建設が完了しました益城町では車いすの利用者などに配慮し台所やトイレなどの段差をなくしたバリアフリー型の仮設住宅6個が完成しましたあさって16日から入居が始まります また、三船町でも42個の仮設住宅が完成し、県内の4303個すべてが完成しました。県は今後追加で入居の要望が出た場合には、みなし仮設住宅や公営住宅を案内するとしています。